Traveler's Cafe。 Life Traveler's Cafe へようこそ。松田美博です。若菜です。この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。バイロンベイに着きました。はい、数日ね、バイロンについて過ごしましたけど、数日経ちました。いかがですか？良かったです。良かったですじゃないよ。良かったの知ってるの。いや、ここはもう世界で一番好きだね。そうだよね、ミヒネ大好きだよね。いやでも今回、泊まった Airbnb が私は一番好きで、おー、掃除されてなかったにもかかわらず。掃除はね、やっぱりオーストラリアはそこまで、どこエアビーはなかなか掃除は難しいみたいな。やっぱ日本人ってすごいんだね、掃除、すごい掃除において、うん、日本人で掃除が全然できない人でも、海外にいたら超掃除できる人だね。かもしれないね。だってミヒでさえも掃除できるもん、ね、ちょっとこれはないんじゃないって僕でさえ思う。いやすごいよね。でもまあそのおおらかさがね、オーストラリア人のいいところなんだけど、うん、まあ、自分たちでさ掃除すればいいだけだから、うんうん、それはそれでいいんだけど、でも本当になんていうの、景色だったり、すごいよこの景色、場所だったりが、もう家の雰囲気とかも、うん、なんか本当に自分たちの好みというか、壁がないの。ミヒはね、壁ないの好きだもんね、うん、私は丘の上の高いところっていう、うん、星が近い、すごいよね、星。そうで、緑もに囲まれてるって、静かなところ、うん、ぴったりじゃない。で、町も近い。町どこ行くにも近い。すごくない、ここ。すごい。また来よ、ここ、うん、ここ選んでね。やっとだね。でもこんな何年もさ、何年来た、10年近く来てるよ。10年近くバイロン来てて、もちろんその行く先々とってもいい滞在だったけれども、うん、なんかでもこれもやっぱりさ、なんか今までは2人でっていうよりも、うん、みんなで滞在する家ばっかり探してたね。ああ、まあ確かにね。で、多分それはそれですごくいい家を見つけてたんだけど、うん、やっぱりなんかこれはいい悪いじゃなくてね、誰か別の存在を介したり、うん、別の存在を考えて何かをしようとすると、うん、なかなかやっぱり自分のこう意思っていうか、意図するとか望みとかが、うん、ちょっとぼやけるなと思った。へー、そうなんだ、うん、で今回は2人で過ごそう、うん、でこっちではもちろん毎日のようにね、うん、お友達たちと会ったりするけど、仮に誰かが来るとしても、そう、別の宿を借りてもらってってことでしょ。まあそれもそうなんだけど、うん、でもなんか誰かが来るとしてもだし、誰かと一緒に行くにしても、うん、なんかどうしてもやっぱりみんなのことを考えるっていうか、うん、みんなが喜ぶ場所はどこだろうとか、喜ぶ部屋とか居心地よく過ごせるにはとかってなると、自分たちは置いといてってなっちゃうよね。そうなので、なんかそれがね、なんか結構当たり前みたいに結構なってるじゃん、うん、でもそれってなんか実は違ってたんだってい う, うん、それが良しっていう時ももちろんあるけど、うん、でも本当に自分にとって快適で豊かである、喜びであるっていうことは、うん、やっぱり本当に自分を通していかないと、うんうんうん、なかなかそれはやっぱり得られないんだなっていうのはすごく感じるね、うん、今回のこの10年間エアビーいろいろ泊まり続けてさ、これだけなんかクリアに自分たちらしい場所に、うん、なんか来れたっていう現実がさ、こう想像されたっていうのは本当いい家ですよ、ここは、うん、毎日あっという間だよね。でも朝からすごい活動してるのに、うんうん、あっという間、そして早起き、ね、なのに夜もあっという間に来るしさ、早起きしたら普通一日長いじゃん。そうなの。そうなの。あっという間だよ。あっという間なのね。すごい充実してていいですね。そうだね。まあとはいえまだ来たばっかりだからね、うん、どういう日々になるのか、これからね、これからどんなことが起こってくるのか楽しみ。でもなんか日々インスピレーションはあるね。そうなのよね、毎日インスピレーションあるよ、うん、それは間違いない。私もなんかつながってる感じする。そういう意味で、そういう意味でなんか一番いいなっていう。そうだね、うん、
まあ、どの街も素晴らしいけどね、もちろん世界中の、うん、こんなにインスピレーションはなんで来るんだろうって結構さ、例えばその新しい場所に行ったらちょっとつながるまでに少し時間かかるじゃん、うん、そのつながるっていうのは、うんうんうん、具体的にはなんかそこでの、その街とかそこでの自分なりのルーティーンだったりリズム、うんうん、暮らしのリズムだったり、うん、こう感覚が通るみたいな、うん、そういう感じになるのにちょっと 2,3 日とか、うん、長い時は1週間かかったりする場もあるわけじゃない、うんうん、そうだね。その中でバイロンはもうね来た瞬間からもそのモードなんだよね。まあでも積み重ねもあるかもよ。そうだね、うんうん、それはそうだ、うん、何事もね。ね、でもなんか自分がやっぱりどれだけクリアでいるかっていうのをすごくやっぱ大事だなって思うわけ。なんかどんな場所に行っても、うん、この場所の最高最善のものとなんかこう同調するじゃないけど、うんうんうん、つながっていく、いけるっていうのは自分にこういろんなものがついてるとなかなかそれを払うのに時間がかかるから、うん、すぐつながれなかったりするんだけど、うん、普段日頃から、うん、思考の面においても心の面においてもエネルギーの面においても、まあ、体の面においても、うん、そのクリアであるというのはなんか自分と調和している状態であれば、うんうんうん、多分なんかもしかしたらどこに行ってもまあそうだね、こういう状態になれるのかもしれないよね。それはそうだ、まあ、そうだ。これから何しよっかな。このでもバイロンの旅でミヒはどんなことを自分に体験させてあげたいの、うん、早起き、うん、早起きをすることでどんな体験を自分に与えたいの。自分の時間が取れるから早起きすると。お、自分の時間とは他とつながらない時間。お、大事だね。大事だよ。ミヒなんか常に朝起きた瞬間からメールバーって見るもんね。ずっとつながってるから、うんうん、最近見ないんだよ、うん、こっち来てからね、うんうん、夜もほらほとんどスマホしないし、うんうん、いいことだね、うん、人間っぽいですよ、うん、こっちの暮らしは人間らだから人間らしくでも都会に行っちゃうとねそれを忘れちゃうのよ、うん、だからいかに都会の暮らしが、まあ、人間の暮らしではあるんだけど本来の人間の暮らしとはまたちょっと違うリズムだっていうことが分かるよね。こう違うとこに来ると、うんうん、それがいい悪いじゃなくてさ、都会にいると分かんない。そうそう、盛り上がっちゃって。でも逆に都会で盛り下がるのが難しいっていうか、うん、盛り下がるとおかしいけど、うん、都会は盛り上がるか、うん、もうちょっと超落ち込むかのどっちかっていうか、うーん、なんかこの中ぐらいでいるっていうか、ニュートラルに本当にただ穏やかにいるっていう、うん、この今自然の中にいるみたいね。ただなんかもうここにあるものがすごく美しく感じたり、うん、愛おしく感じたりみたいな、その状態がなかなか難しい。まあそうだね。そう、でもやっぱ情報量が少ないのがユバイロンは。そうね、本当に静かだもん、自分の心の中も頭の中も朝起きた時から、うん、それをねすごい感じる。うん、なんかそういう場により一層身を置きたいですね、私は。はい、はい、そしたらさ、だってもっと自分のインスピレーションの声聞こえるんだよ、うん、とかはいって言ったじゃん今は。はってもうなんかかすれたかすれた声で、もう力が腹に入ってないみたいな声じゃないか。まあでも2ヶ月くらいは痛いね。うん、そうだね、うん、でもそうやって全然違うところに身を置いたりすることで、うんうん、本当に自分が何を求めてるかっていうのが分かってくるから、うんうんうん、いいね、良い、うん、なのでまたバイロンの暮らしを皆さんにお伝えしていきたいと思います。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれづれカフェトーク版があります。
皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読フォローのボタンを押してください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe。